はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はですね、何をやるかというと、シャープいくつか忘れたけど、企画会議の回やったじゃないですか。はい。はい、あの時に、夏が、アスカの誕生日が近いから、はい。アスカの誕生日を各々全員それぞれプロデュースして、はい。誰が一番楽しませられたかっていうのをやりたいって言ったんですか。はい。今日はそれをやります。おぉで、ルールを説明しますよ。はい。ルール、1人、持ち時間30分。はい、そして、予算、自分とアスカの分を合わせて2000円です、はいはい、これを超えてしまうと、それ以上は自腹になります。中学生のベッド並み。そうです映画見て終わりだね。逆にね、はい、で、範囲はこういう、まあ、いつもフラチャンネルを撮ってる会議室もありだし、はい、スタジオ、はい、そしてカラオケなど外ロケもあり、ただ池袋という範囲から出てはいけない。なるほど。という感じで、みんな同じ条件でアスカと二人きりになって、おのおのアスカを、はい、大丈夫です。シャリが出そうだ。おのおのアスカを楽しませると、はい、はい、で優勝者を決めるんですけど、まず審査員特別賞としてもちろんアスカ本人に、はい、はい、誰が一番だったかっていうのを選んでもらって、はい、アスカ生誕祭当日に、まあ形はちょっと考えるんですけど、はい、見てくれたお客さんにもアンケートを取って誰が一番かっていうのを決めてもらおうと思ってます。なるほど。はい。で、おのおの、まあ優勝者には、アスカ本人もそうだし、お客さん投票もそうだし、優勝者には何らかのプレゼントじゃないけど。ちょっとじゃあ、裏でアスカに、ちょっと小遣いをあげて。怖いよ、怖い。それは、まあいいんじゃないですか、別に。誰からいきますか。何度もあります。じゃんけんだ。じゃんけんだね。はい、じゃあ俺ら3人で3人で、はい、はい、最初はグーじゃんけんほい、最初はグーじゃんけんほい。何番。じゃあ大鳥務めますよ。大鳥でね、はい、じゃあ逆に俺トップバッターいこうかな。なるほどね。じゃあ2番で、2番で、はい、はい、これプレゼンしてる人は2人きりになるんだよ、アスカと。はい、じゃあ俺はトップバッターということで、はい、もう早速、俺はもう、わしはここで大丈夫。なるほど。はい。二人には退出していただいて。はい。で、俺そっか、その上からも撮るから。ここでちょっとすみません。いや、モニタリングして。後で見せるから。はい、というわけで、やっていきましょう。はい。はい。まあ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 。お誕生日おめでとうございます。まだちょっと早いけどね。はい。はい、俺がここでいいって言った理由はね、はい、今日ちょっと買ってきたんですよ。もうリアルもなんかすげえ意外と語りきりっていうか買ってきたんだから。まあこんなこと言ったらあれだけどさ、俺と二人きりで飲んで楽しくないはずがないと思う。その辺の自信はちょっとありますね。なるほど、はい、なんでちょっとまずは乾杯しましょう。はい、はい、さっきから、さっきからビクビクしてる。なんもないよね。あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、いただきます。最近どうすか。いやなんか2人で飲むのもさ、久しぶりじゃないですか、はい、裏チャンネルでさ、はい、サリージア負の歴史っていう回ではさ、うん、言ったけどさ、まあちょっと前までは2人で飲むことも多かったんです、うん、でも最近は全然行くんだったら4人で、うん、宮城から3人で、2人で分かれてたし、久しぶりだからそうなのかなっていう。あの裏チャンネルは意外て意外て何言われんの今みたいな。分かったよ。じゃあもうまずじゃあ1個安心させるわ。ちょっとハッピーバースデー。マジか、出た、いいね。うわー、テーマね、ちょっと開けてみてよ。もうでもね、この触った感覚からしてね、もう分かってる。違うのよ、これ手加えてあるから。あ、マジで手加えてある。俺は当てたいな。前開けた時みたいに俺は当たりは当たらないよ、絶対当たらないよ、絶対当たらない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 。ガンプラ。そうだよ、でも絶対当たらない、見てない作品だから。マジか。うん、そうちゃんとね、うん、え、何これ。そりゃ当たんねえわ。これちょっと、これどこかで見せれるね。でね、中身なんですけど、中身ね、はい、まあ、ちょっとね、やっぱその加工を加えるのを普通に売れちゃったんですけど、はいはい、まあ、ちょっと一回開けてもらって自分バージョン、
プラムやったことあるんですか？いや、あるけど実は、あのパーツを全部、アスカのイメージカラーに塗装してある。マジ、うん、これはすごいわ。あ、そういうことやったら、これ一応塗られてんだ。そうそうそう、すげえね。一応、一応、一応絶対やってるから、やってるやってる。こうやっても決めないから、ね、ちょっとせこいな。せこい、一手間加えるタイプの鈍い感じ。それで数々の音を落としてきた。そう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 、優しい音だよ、お前。俺らもな、1位にさしたらあかんからな。そうだね。何の作品よ。こうバンドに対してもそうだけど、こうちょっとね気持ち一新して、改めこの去年と違った、まあ、今悪魔になって変わってるから、まあ、それをちょっとね、あのもうちょい詰めて7月に向かって頑張ろうやーっていう感じさ、ね。はい、もうちょっと真面目に動画編集やってほしいなっていう個人的な要望はあるんですけど。いや、あれ結構ダメ出したんだ。ごめんなさい。いや、だからあの、ね、悩みますけど、あの誤字が多い。大丈夫に怒られてる。あとは自分さ、動画編集あかんわ。じゃあ、俺の話をすると、最初に俺は3つ渡して、落とすんだ。落としてない。そんな誕生日あんの？すごい多分根に持ってたんで、めっちゃ喜んで、その後落ちる。根に持ってたんだけど、普段言えず言えなかったから、こういうタイミングで甘い蜜を与えて、信頼してもらうよ。誕生日で、逆にね、僕をね、助けると、はい、じゃあまあね、時間も時間なんで、最後にね、俺、今日ね、まあそんな裏チャンネルとかあるじゃないですか、っていうのを生かしてですね、あの動画を1本作ってきたんですよ。うわ、せこいな。せこいな。おかせこいな。自分の作品やるよ。カットしようか。動画は作ってもらって、まあ、終わりにしようかなと思います。はい。俺、この後のタイプ、顔だんだん赤くなってきた。いろいろありましてね。はい、見てください。俺の見てるなんて。ニヤニヤしちゃってどうしたらいいのか。全国各地から協力していただきました。まあまあまあ見ててくださいよ。寝起きよ。こっからだから、本番を。これはおもろいわ。お、京都。あ、なるほどね。誠ちゃん、お誕生日おめでとうございます。全員寝起きかよ。ブロワンドリアちゃう。以上になります。あのこれ載せたい。これマジで載せたい。見たら爆笑するよこれ。いやー、まあ、この動画はちょっと後日差し上げますね。ありがとうございます。はい、というわけで以上が僕のプレゼンになります。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、というわけで、まあ、以上が僕のプレゼンだったんですけど、はい、まあ見てもらった通り、僕とアスカ君の顔が真っ赤になってます。で、二人にも見てもらったけど、どうでした？俺割と自信あんだよね、だからこれ。
ずるいよ。自分の得意分野を振る舞わんでしょ。やっぱこうじゃないとさ、誕生日はね。はい。というわけで、まあ、以上が僕。はい、で、次がみやび。はい。はい。じゃあ、次はみやびくんに、アスカを楽しませてもらいましょう。よろしくお願いします。はい。頑張ります。